ローテーションするしない問題あって、そうした方が上手くなって飛ぶ上手く選手になるんです。これはマックスローテーション、うん、そもそも競技違うと思ってさ、っていうことはやっぱ距離にはロフトが大事なんですよ、うん、筋肉量ってちょっと違うんです、説明が。最後フラッと落ちるぐらい。じゃあお次にその上半身 の、うん、あの手の感覚、はい、手の動きっていうのについてベースにしますね、うん、はい、それはですね、まあこれフェイス面ですね、はい、分かりやすいようにこれくっつけて、はい、で、まずローテーションっていう話なんですけど、はい、ローテーションどう考えてますか、レッドさん。ローテーションするしない問題あるじゃないですか。それをずっと僕も YouTube 始める前からいろんな上手い人とか回ると、うん、どっちですかってみんなに質問してきたんですけど、その答えは出なくて、うん、ただ僕が言われるのは、レッドさんはするタイプですねとか、手首の使い方が上手いからそれでやった方がいいですよって言われるけど、ここ数年前のなんか結構流行った理論とかだと、うん、もう返さずこういうっていうわけじゃないですか、うん、だからそこの、うん、俺時代ともに全然追いついて、会えてないみたいな、なんかそのもどかしさで嫌だなと思いながら、はい、自分ではなんかローテーションセーブしながら、うんうん、体で打つたらめちゃくちゃ止まらなくなりました。あ、ですよね、はい、だからそのローテーションはあの結論いるんです、はい、なきゃダメ、うん、で、そのハーフスイングとか抑えるときは、うん、ローテーションしないというか抑えるっていうことになるので、はい、そこら辺をはっきりしてもらって、で、あの支流があるっていうのは、はい、そういう風に見える選手が活躍してるっていうことなんですよ、はい、で、やっぱり先ほども言いましたけど、人間の普通って全員違うんですよ、はい、じゃあなんとなくこう手ブラーンってやってって言って、うん、このちゃんとこうやって帰る人と、うん、こういう人がいるんですよ、世の中に。振ってください。こういう人、初心者の人集めて、これとこっちがいい。で、こうなる人が、プロゴルファーになったら、ローテーションしないでって言うんですよ。帰りすぎるのが癖だから、抑えたところで帰ってます。抑えても帰っちゃう。そう、抑えても現実これぐらい入ってる。で、僕なんかは、あの、こういうタイプだったんで、手打ちで、ローテーションこうやって曲がっちゃうじゃんって、ここだけまっすぐでこれで打てばいくじゃんって言って、できるだけ返さないでこうやって振ってて、飛ばないまっすぐの選手だったんですよ。だからやっぱこれだと飛ばないんです。なので、ちゃんと入れるってことを覚えて、で、入れる練習をやってる人がずっと入れてたら、それが普通になるんで、入れなくても入っちゃうんですよ、うん、そうなってから抑えてほしいんですよ。なるほど。そうした方が上手くなって飛ぶ上手く選手になるんです。わかりますか。そうだから、それも知らずに、あのこう理論こうだからとか、あの人がこうやって言ったからっていうふうにやっちゃうと本当に距離が落ちる、そうっていう感じなんですよね。ローテーションで、はい、なんか最近気持ちよく打つと、はい、なんか熱いプシュって球が打てたりするんだけど、はい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 、でも大体こうドローか、ちょっと左より目に曲がっちゃう球が多くて、はいはいはい、まっすぐ飛ばねえなっていうのはすごい思ってたんですけど、だからそれは返しすぎなのかな、なんか、まあ、返す方向なのかなっていうのが、そこが分からなくて、ただ返さないと僕は今まで飛距離落ちたから、最近は気持ちよくもう行くように行かせてるっていう感じなんですけど。で、そこの問題なんですけど、あの、当たる前に返してたら、かぶって、まあ、やったら早いんですね。そうで、返したところで開いて当たった後に返したら右飛んで右スライスなんですよ。だから返す返さない問題って基本当たった後の話なんですよ。だからその当たる前にかぶれば左行くし、であと軌道がやたらインからローテーション仕掛ければ右からギュンって巻きます。だから右からギュンっていっただけはインサイド強すぎ、だからローテーション関係ないです。で、いきなり左バーンはただ被っただけなんでローテーション関係ないです。だから、やっぱテニスなんかも、だってこう打たなきゃダメですよ。それを、いや、こうすると下行くから、俺こうしますっていう選手と一緒ですよ。これだと絶対世界いけないですよね。これだけだと。こうする中でコントロールしなきゃいけない。野球もそうですよね。これで、こうじゃないと曲がるんだよって言ったら、これいけないですよね。この中での勝負になるんで、ゴルフもこの中での勝負しなきゃいけないです。なるほど、なるほど。僕はこれをまあ分かりやすいように、これ、この、これをマックスローテーションと言います。これじゃない。当たって、バンってマックスローテーション。で、ライン出しとアプローチは、このまま自分に対してまっすぐ、これ、これでまっすぐじゃないですか。まっすぐ、まっすぐ。これをハーフローテーションと呼んでます。
ローテーションしないっていうと、こういう意識の人増えちゃうので、うんうん、開く。これは開いてるからなし。うん、こんな時はないんです、ゴルフには。まあ、究極スライスはあったとしても。だから、ライン出しで、かアプローチで、ハーフローテーション。うん、それか、マックスローテーション。この2個しかない。で、マックスローテーションがめちゃくちゃ強い選手は飛んでます。で、これが甘い人はあんま飛んでない。なるほど。まあ、他の筋肉で飛ばす選手もいますけど、基本的に、まあ、そういう選手が多い。でもやっぱこれの大前提として、前半やったらこれがあっての、これでことですね。そうなんですよ。こうしてたら、そう。返さなくても。そうそう。だから、要は足が動いてないと、うん、足がこう、やっぱこの、ボールがあって、いくら手をローテーションって言っても、うん、自分が動かなければ最下点ってここになりやすい。うんうん、じゃあ、下半身回して、これで止めちゃったら、こんな人いないですけど、うん、こうやったらどこが最下点になりますか、こっちっすよね。じゃあ、ボールにダウンブローなんて不可能ですよね。うん、こうやって、無理。じゃあ、足はこういう状態からやりますよね。うん、これどうすか、どうやったってダウンブローしかならないんですよ。だから、こういう足が、これが普通で胸が起こってないと、うん、上の話にもいかないんですよ。だからさっきの、あの、1話目のこの足がちゃんと覚えて、反るってことが知らないと、これ胸回ってても届かないから、腕出して、リリースみたいな動きになっちゃう。そういう動きを僕やってたっていうこと。なんで、その足の大事さ、あとローテーションの大切さって知って、で、このローテーションも覚えて、距離がまたグンって上がったんですよ。僕自身も。あの、ローテーションしてましたけど、ローテーションの限界値作ってやろうかなと思ったんです、もう今まではこれぐらいだけど、ここの帰りのうまさを研究してやろうと思って、家でずっとスペースがピャッて、こっからめっちゃピャッていう練習やってたら、普通がこうやって帰るもんだから、普通に打ち回すっていう時も勝手に帰って、よくヘッドが走るということも起きました。のでやっぱりローテーションは大事、するしない問題で言えばするしすぎの人はしなくてもいい。でも、そのローテーションのパワーがすごい上がった人を抑えれば、飛んだコントロールができるんじゃないのっていう感じになるんですけど、ちょっとここ正面向いて、これ振ってもらっていいですか。で、ローテーションっていうと、はい、レイさん、どの辺でかけるとかって意識あります？まず。ここっすよね、今。そしたら、ボールの上ぐらいでやってますしね。そうですね。なんか追いつかない感じがします。ここでバンって入れていかないと、はいはい、で通り越してこれに引っ張られてこういくみたいな、はい、だからそれはこうこの手の返しで行って、はいはい、出ちゃってるっていう、はい、さっきの動きになっちゃってるんで、はい、足で行かなきゃいけないんですけど、ローテーションってちょっと構えない、さっき言ったように僕は足が、はい、もう一回こっちでこの状態で当たるわけですよ、うん、ってなったらこうなってないと、まずこうローテーションの話にもなってこない感じですね。そうすると、ボール通り過ぎたこの辺からローテーションなんですよ、と。すごい遅く感じません？感覚で言うと、この辺なんで、ここでローテーションなんですよ、こうやって。こうやった時に遅っと思いません？そうっすね。いつも、もうちょっとこうっすよね。こうっすよね。で、ここで返した反動で行ったので起きるですよね。そしたらヘッドリードになっちゃいます。ヘッドに釣られてフィニッシュしてますよじゃないですか。足がこう来てここからパーンって振られたら、その後にヘッドが走って起きるだったらいいんですけど、最初からヘッドに釣られてる状態だと良くないという感じ。多分腰切って向けた状態でプッていくようになる。そうで、ちょっと構えてもらって、これレッドさんのフェースコントロールをこれから変えてもらわなきゃいけないんですけど、上げるじゃないですか。上げてインパクトをこう作りますので、この時にちょうどいいフェースになるみたいなのが必要なんですよ、はい、上げてもらってインパクトで止めてください。そうか、これぐらい曲がってる、そうで、これぐらいの状態が普通になってほしいんですよ、何回やってもこうなります、たまにこうなっちゃう人もいるし、ここに持ってきたとか、ここに持ってたらこうなる人もいるんですよ。こういう癖があると開きすぎて、超返さないとまっすぐ行かないみたいな。ちょっと足使うと右行きますっていう風にセリフになっちゃうんですよ、だから、上げたら、この辺になるっていう。癖をつけてもらうとだいぶ違う。まあ実際クラブでちょっと、その、インパクト付近、一回止めてもらって、そうそう。
でちょっと開いてますよね、こういうのが癖なんで、こういう感じ、これが癖になってほしいんですよ、もう一回どうぞ、そうそうそう、こういう感じじゃないとダメなんですよね。だからレッスンは割とこういう風に下ろしていきたいタイプなんで、右行きすぎちゃう、でこうやって来る人が返す動きをすると返しすぎちゃうっていうことがあるんで、まあまずはちょっと早めに返すっていうことが必要になっちゃうんですけど、練習中は、でそれでフェースがちゃんと揃うようにっていう訓練もやっていかなきゃいけないと。でプロゴルファーってこうインパクトこう作ってくださいって言ったら毎回この向きになっちゃうんですよ、これをフェース管理と言います、管理しますよね、こうなったら管理できてない、これも管理できてないので、上げて足来たらこの向きになるっていう、腰の向きに対してのこの向きがありますね、手のこの向き、これも訓練しなきゃいけないです、これの訓練がスコアにつながります、さっきの言った足っていうのはパワー、飛距離、エンジン部分ですね、でハンドル操作っていうのはここの管理になるんで、ペースが合ってればまっすぐ行く、イコールスコアが良くなる、そうそうそう、でこっから肩を起こしてパーンと蹴飛ばしてるとっていうのが上の、この時ってこうはいかない、いかないんですよ、こうと、そうで、そうするとなんかすげえ上に上がってる気しません、ちょっと一回こっち向きで構えてもらっていいですか、そうそうそう、こうやって、はい、上げますよね、でこっからこの左肘が曲がってこうやって上げてくるんですけど、すげえ縦に感じるじゃないですか、こうじゃないとハンドファーストの後のフォローじゃないんですよね。でいつも多分レッドさんの中でちょっとリリースいつもしますよね、ちょっとほどけて、ほどけた後のこれがゴルフだって思ってると思うんですよ、この動き。でもハンドファーストの後形違うに決まってません、あのここの長さも違う、リリースすると長いし、ハンドファーストだと短くなって、曲がってる状態のこの後リリースはできないから、こういう感じになってくるんですよね、そうすると縦に感じてしまうということなんですよ、こっからそうそうそう、そういう感じです、でこのそうそうそう、そういう感じです、でローテーションって、手首で言われるんですが、左肘なんですよ、僕からすると上げてもらいますよね、でこう置きますね、でこっから左肘で、そうそうそう、そうすると手首が固定されたまま返せるじゃないですか、で手首で考えちゃうとこねちゃう時が多いと思うんですよ、ここそう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 、ここをまあつけて立たせるみたいな、そうだからタオルつく選手がいるじゃないですか、こうやったら落ちちゃいますよね、タオル落とさないためにはこうはなんなきゃいけないんですよ、でこうやるとちっちゃく感じるんですけど、これ最大なんですよ、本当はこういうイメージするじゃないですか、こういう選手も中にはいますが、あのこれからちゃんとしたいっていう人はこう、こう大きいですよね、曲がってるんですよね、でこういつもこういうイメージしてるとこうなるとちっちゃいよって言ったり、まあ、上に振り抜いてるよって言うんですけど、まあ、実際打ってみるとこれ普通なんですよね、なんか若干松山とかこう、そういうイメージの写真が多いから、松山選手ってあの、これからスイング作りをしたい人にはあんま真似してほしくないスイングっていうかちょっと独特っちゃ独特、あの彼だからっていう、でも世界一になってるからなんとも言えないけど、あの彼だからできるっていう、だってテイクバックもまあまあ大きいじゃないですか、あれやるとやっぱ人って少しずつ肘って曲がった方が絶対的によく回るんですよ、このままきついですよね、こっから曲げるって言ってもなんか曲げ方難しいんで、素直に曲げる、で足で来る、でここで曲がる、でフィニッシュってなるとスムーズに見えると思うんですよ、なんでできるだけ僕関節フリー理論って言ってるんですけど、関節が自由にフリーに動く、曲がっていっちゃうと曲げればいいし、そう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 、伸ばせばいいし、そうそう、それには条件があって、さっきみたいにこねる方じゃなくて左肘曲げて手首がこうちゃんと固定されてるっていうのは条件になるんです、そうするとやっぱ回すとこの通り過ぎた後に動かす、で右手の動きなんですけど、ちょっとこれ取ってもらって向こうでこう構えてもらっていいですか、はい、テイクバック上げますよね、でインパクトしてください、ここからなんですけど、このまんまこういうイメージなんですよ、ずっと平が向こう向いて、そうそうそう、そんなに閉じないイメージあります、ないです、ないですよね、どちらかというとこう自分が開けちゃう、
パンチちょっと低い球打つときはバンとかここら辺で下向けて終わるみたいなときはありますけど、うん、ですよね。だからそのパンチショットのこのバンがハウンドファーストっていうんですよ。あでこっからバンって回すんですけど、その時には左肘曲がってるんですよ。手でいわゆるやっぱ肘、そう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 、そう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 、でちゃんと動くっていう感じになるんで、その、まあ、こういう動きも大事ですね。そう、そっち、そっちだよって。まあよくここに机あって、机にパンってやって、このままこうやってっていうふうに言うんですけど、こっちじゃないよって、机を割って なぞってこうやって、そうそうそう、そういうイメージじゃないとダメなんで、その感じでちょっとハーフスイング、はい、ハーフスイングでこの辺の手の動きやってみましょうか。感覚でちょっと僕は操作しながら最初打ちますね、はい、ここからこうの足で来てこう当たりますよね、当たった後にこう、新鮮ですよね、うん、これがハンドファーストの世界のローテーションという動きになります。軽く打ちますね、こういう感じ、これがあの、まあ、やってほしいローテーションの動きになります、うん、まあなんとなく見てみますか、まあ、僕は大げさにやってるんでちょっとこう上に上がってる感じは強めかもしれないんですけど、レッドさんが感じたのとどうかっていう、うん、どれぐらい上にやったつもりがあるかっていう、うんのとこの絵を比べてほしいんですけど、もっと上にあった気しません、うん、にしてはまだそんなに上に上がってないっていうような感じになってますんで、それでちょっとお一人でちょっとこの中抜けてくる位置がすごい高い感じがする。そうそうそう、でそれが足がちゃんと回ることによって低くなるんですよ。ちゃんとこう肩の下から出る。そう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 、だからその上だけの練習の時は高いです、うん、でこれが低くなるのに、さっき言ったように回すのが足がないとダメだって言ったらそれなんです。抜く位置とか手で低くしようとすると良くない、ね、そうそうそう、だから左振り受けっていうのは足でグッとやると左になっちゃうんですよ、うん、なんでイメージはこうで、これでこうやっていったらほら、斜めになるじゃないですか。でそれをやってほしい。だから足動いてないとちょっとこの話にしたみたいになんかこんなとこですけどいいですかみたいになっちゃうんですよ。これ今テイクバックのことあんま考えないですか？考えない。よくインに引きすぎるとか言われて、もっとここを引いた方がいいとか外に引いた方がいいとか、やっぱそういう言われることあるんですか？ああ、そうなんですね。でもテイクバックはあの僕の理論で言うとあんま関係ないです。いやもう今なるようにやっとけば、そう、もう切り返しからがゴルフなんで、うん、テイクバックでよっぽどですよ、よっぽどこんなになってんだったら直すんですけど、うん、レッツさんぐらいだったらちょっと言われるまではこのままでいい。そうですね、ほっといて言われたらっていうぐらいです、うん、当たった以降に返すって感じですよね、うん、もう一回やってみましょう。結構頑張んないといけない感じの手なんか結構、そうそう、足回す、ちょっと足回しますね僕は。はい、ここからこういう感じで、もうちょっと腕の力感抜いてもらっていいですか、はい、その腕がですね、ちょっと踏ん張ってるんで、もうちょっと緩い感じで動きを動いちゃいましょうか。動きをこういう感じでいきましょう。ちょっとお一人で、はい、もうちょっとあの肩が残るといいですね、はい、今僕が回したら一緒に肩もいってるんで、再加点を先にいってしまうので、そうそうそう、こういう感じで、このどこで返ってるかで、どれぐらいかぶったかみたいな、今、マイナス 2.4 かぶってるんですよ、フェースが、うん、なんで今そういう感覚があるかっていうのも大事なんですよ。パーンって動いた時に。で、こうデータと比べながら、はい、今のはいくつ合ってる、うん、いくつ合ってるっていう練習もしてほしいんですよね。数字と、そうそうそう、感覚を合わせていく。で、動かす方向はそっちだよっていう感じ。で、手の練習やると、まあ、少し上に抜けやすいと思うんですけど、うん、こういう感じ。うん、で、肩口の方からまあ抜けるようにでかい足使って、うん、こうやっていくっていうのが大事になってくるんですね。そう。で、問題とすればやっぱりちょっとまだあの手元を動かしてるんで、うん、この時に結構左肘が引けちゃってるんですよ、ね。はい。なのでちょっと僕が抑えますね、左肘。左肘でどうか。進もうとしてるんで僕を抑えてきますから、抑えてたら曲げるしかないですよね。うん、はい。そういう感覚も身につけましょう。正しい位置。こういう感じ。
なんかすげえ窮屈な感じしません？ここ急ブレーキみたいな感じですよね。で急ブレーキしてる分曲げて回復してあげるんですよ。そうでこうやって僕が押さえてると、まあ押さえてるんでそれはいかないですよね。でこれで足が原動力となって進んでます、うん、手進ませてないんで、うん、でここで帰ってると綺麗に畳まれて、この畳がスムーズだと飛ぶ可能性はどんどん増えると。やっぱ僕は可能性を引き出す、できるだけ、うん、で本当はお尻は、ね、もっと回したいんですけどね。あそうで今日限界、これが限界って言ってるのはやっぱレッツさんのこれが足らないんで、あこうなんないと回らないんですよ、ね、うん、それって僕の可動域でもいける、いけるはいける。ああの 人はちょっとずつやれば、あの絶対伸びるんですよ。そうで行かないっていうわけはなく、まあ、うん、僕と同じぐらいっていうのは行かないかもしれないんですけど、うん、レッドさん最大級ではないです、うん、これは、うん、今日まだ始めたばっかなん でそれをやってもらえば、まあ、僕の説を見てもだいぶ行くようになるんで皆さん、うん、だから皆さん行くんで多分レッドさんも行きますね、はい、そうっていう感じです、ね、そう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 、なんか結構窮屈だとこんな動きできないよって思っちゃうんですけど、うん、結構できますんで、はい、そう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 、でそうすると、うん、今日あの今日初めて見た最終よりだいぶ走ってると思うんですよ、ね、149飛んでますから、そうだからそのヘッドの走る感じだ、あの下半身の動きも、うん、今日の最初の一発目よりは絶対良くなってるし、うん、ほらなんか連動力がありますね。うん、そうでいつもよりはどうですかね、リリースどうです、普段。ちょっと、あんま注目しないですか。うん、わかんないですけど、まあここでちゃんとまだハンドパスになってるんで、うん、でこれハンドパスですね、まだ、うん、ここがよくね、あの小文字の Y で言ってくださいって僕言うんですよ。これ小文字の Y ってことはハンドファーストって言うんじゃないですか。うん、だからこの度合いをこれからどんどん強化させるっていうことは宿題で目的としながらやっていくと。で、そのまんま返すと、そのレッスンがやったらなんかこんな感じするねっていう感じになる。スイングになる。っていうことですね。で、この練習してるときにこのクラブパスが激しくならないようにだけは気をつけてください。うん、あ、この入ってくる。そう。これが今2とかなんでいいんですよ。でこれが4とか5とか6とかになりやすいんですよ、胸残すと、うん、こうだからこうやってインサイドアウトになりやすい。そう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 、だからこの練習の時っていうか左スピードをやる時は特にちょっと胸残すからインが強くなりやすいんで、こうやって、はい、なんでちゃんと残しながらこの軌道も考えてもらう、うん、そうしないとローテーションやるとフックが強いとか、うん、っていう話になってしまうので、はい、そうやって意識してもらうと。でこうやって腕のこと、うん、ローテーションとその手首の形みたいなことを覚えてもらう、はい、うん、だいぶこの抜いている位置が変わっただけで、うん、感じますか、なんか感覚はだいぶ違う。そう、ただなんかこう言ってた時のヘッドがピューンって走ってる感じが、そうありますよね、あるんだけど、こっちだとなんかもうちょいコントロールしてる感じなんです、うんうん、それが本当の僕も感じたやつなんですよ、これの方がリリースした方が早く感じるんですよ、でもロフト寝ちゃうからどうせ上に行って取らないみたいな、でこうした時の速さの感覚、もうそもそも競技違うと思ってるんですよ。スキップの世界で言ってるんで、はい、猛ダッシュなんですよ、リリースって、猛ダッシュの方が速いですよね、スキップより、でもスキップっていうルールがありますよね、なんかこう弾んでなきゃいけません、はい、その中でのルールで言うとこれがマックスなんですよ。でこの今流行ってるプロセンダーってあるじゃないですか、知ってます、はい、これなんかアメリカで大リーグで日本でも売ってるみたいな感じだって、この右手に装着して、はい、この右手の角度をこうやってやるっていう、つけた、そうつけたまんまってやってるのと今の同じ感じなんで、あ、まあ、これが流行ってる理由っていうのはそうやってハンドファーストの人が少ないくてやりたいからっていう感じなんですよ、まあ、ちょっと一回つけてもらって、この時はついてなくて、そうついてなくて、でだんだんここで当たります、うん、これ一致しますよね、うん、でここからこうついて、まあ、ここはそんなずっとつかないんですけど、うん、まあ大げさにやるとこういうこと、ずっとついてる、でやるとさっき言った僕の形と同じですよね。で最後フォローでは少し離れてもいいんですけど、うん、こういう感じ、ああそうってなるとさっきの手のひらと同じですよ、ね、うん、そうそうそう、
だからこう、まあ、YouTube 見て分かんない人は、うん、まあ、こういう練習器を使ったりしてもらうと、これで一回打ってみていいですか。はい、そうですよ。なんかそこにあるだけで、うん、あ、話しちゃいけないんだって、なんか意識しません？そうすると体持ってこないんで、クラブも降りてこないですね。しかも僕がこう胸の条件つけると、だいぶ足頑張んないとダメですよね、うん。こういう縛りを設けてやってほしいんですよ。そうやると、なんかこう、意識しません。ああ、それが大事。今まで150いってますからね。ああ、っていうことは、やっぱ距離には、ロフトが大事なんですよ。うん、ロフトを立たせる、はい。で、ロフト立っただけで上で行くと、距離が落ちるんですよ。出力弱いから。だから足がいるんですよ。ロフト立てた状態で足使うと、パワーが出るから、立った状態で上に吹くことができるから、飛ぶっていうのが僕の研究です。うん、実際、こうなって。決まってるのさ、っていう感じですか。このいや、上がるんですよ。ハンドファーストにして、うん、足を使えると、で、ローテーションパンって入ると、溜まって浮くんですよ。うん、あ、そうなんですよ。僕もやりながら、ハンドファーストやるとどんどん低くなるなって思った時は、上半身だけ動いてる時ですね。上半身で足弱いと、こうやると、ただ低いんですよ。で、ただ低くなった人は、ハンドファースト成功してる証拠です、ね。でも、足使ってなかったり、右肩突っ込んでる証拠なんで、右肩残すと、この、なんか、抑え込む限界値っていうのは、やっぱ決まってきますから、うん、こうやるとまあまあ抑えられちゃうんですけど、うん、こうやるとこう抑える限界値が決まるんで、そんなにこう上からガチっていけないと。っていう感じなんで、まあ、こういう右手首の感じ、うん。で、このまま返した時のこの左側の全然違う意識がありますよね。ああ、この新感覚が本当は知ってほしいことなんです、うん。ハンドファーストの後のローテーション。うん、この感じは結構入ってきたんですけど、はい、右肩が重要ですね。うん、ですよね。ここはいかに我慢できて、はいはい、こうするか。そう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 。そうそうそう。それは重要だなと。そう。で、レッドさんに関してなんですけど、うん、筋肉すごいんで、うん、ここ本当にこうなんないようにしてください。え、どういうこと？僕の生徒さんでも、なんか柔道の世界チャンピオンみたいな人いるんですけど、うん、本当にやってくださいってやると、本当にやっちゃうんですよ、これみたいな、うん。でも、まあ、こういう意識で、これぐらいでいてほしいんですよね。ああ。ちょっと難しいかもしれない。でも、うん、一般の方だと、こんなやっても、絶対なんないんですよ。筋肉的に。固めない方がいいってことですか？あんまり固めない。ここの中のゆるゆる感のまま、まあ、そう。角度はそっちだよっていうのは、ちょっと注意で、人によって、筋肉量によってちょっと違う説明が。最後はフラッと落ちるぐらい。の感覚ではいてほしいなっていう。こういう形にしない方がいい。そう。ださっきこう、触ってても、結構こう、最後、グッて硬いんで。そう。はい。なんで、まぁ、ちょっと僕の手本でなんとなく打ってみます、ね。はい。はい。まあ、足を使うっていうのは、ここから、こういうことで、足に特化すると、こういう流れ。足動くからヘッド走るっていう感じと、まあ、ここの腕の動きに特化して当たったらこういう感じ、うん、っていう風にやって、ここからこういう感じ。で、上に、この上の動きに特化するとちょっと見え方違うと思うんですけど、足の出力減らしてるんで。で、上は上。で、それをくっつけて普通のスイングになるっていう。上に特化して、訓練して、下に特化して訓練して、で、両方やってっていうので、フルスイングになるっていうような感じを作っていく。だから、いきなり全部は作れないんで、こんな感じでこう、作ってもらうとだいぶいいなと思うんですけど。どうですか？いや、でも、だいぶ感覚が、その、本当にローテーションの方向が分からなかったんで。ですよね。感覚がだいぶ違うのと、そう。ここが、そうですね。回んない。そうだ、僕もリリース人間だったんで、リリース手打ち人間じゃないと、多分わからないことってあると思うんですよ。レッスンのいろんな人いると思うんですけど、まあ、僕はもう、この気持ちわかるんだよ。この後ってこっちじゃないのっていうのは僕の、スイング良くなって経験で衝撃受けたんですよ。なんか、こうやったんですよ。ふざけてこうやってみたら、動画撮ったら普通に綺麗に見えて、あれこっちなのみんな振ってんのって。みんな左振れって言うじゃん。俺フルじゃん。こっちなんですよ。で、こねてるから、普通が違うからですよね。普通に立っててがこういう人とこういう人とっていうのと一緒で、普通が同じ人が会話できるんですよ。だから、こねてる人間の人は、まあ、まず、
こういう動きをやってもらえば、このね、うんうん、例えば全然違うってのが分かると思うので、うん。だからこっちはもうこれ以上行くことないってことですよね。そういうことです。この手がこっちを超えていくような。そう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 。そういうイメージですね。で、足も使うと遠心力でここになる。うん、左に触れてる。ここはどこまでも行ってよくて。そう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 。ここはこれ。そういうイメージですね。で本当に足も使った時にもこっちに来ないようにしてください。あそう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 。その強調してやるとそうなりかねないんで、そこだけ気をつける。だからその動き、この動きはできるようになりながらのプレース面っていうのをコントロールするっていうのが、これからレッドさんがこの一番かっこいいスイングで距離が出てみんなの憧れになるためには必要だと僕は思いますね。長いですね、道のりが。長くないと思います。ちゃんとやればちゃんとうまくなる。でも まずはってここってことですね。そう、まず足ですね、うん、足の感じで、その後にフェース面、まあ今冬なんでスコアもちょっと悪いので、うん、悪くなるんで、うん、まあフェース面は後から足をちゃんと動かすと、うん、そうことをやってくださいと。これにいいドリル、はい、あ、それはそっちです。はい、そうですね。わかりました。はい、はい、っていう感じですね。はい、はい、左足シードのレッスンでした。いや、これでもうちょっと2024年はいクルンと伸びてね、うん、今までやられてた人たちを倒していけるんじゃないかな。ね、いや、もうでも今教わったことを練習場でまたやって、はい、本番に生かしたいと思います。はい、いや、ありがとうございました。